ノーサンプトン郡はアメリカ合衆国バージニア州の東部に位置する郡である。2010年国勢調査での人口は12,389人であり、2000年の13,093人から5.4%減少した。郡庁所在地はイーストビル町であり、同郡で人口最大の町はイクスモア町である。デルマーバ半島の先端に位置し、 ノーサンプトン軍とアコマック軍はバージニア州東海岸を構成している。指針予行機に隕石が墜落し、チェッサピークワンクレーターを形成した。ノーサンプトン軍はその中心にある。1600年代初期、イングランド人開拓者がこのバージニア州東海岸地域に到着した時、アッコーマック族の大集長デビデアボンが地域を支配していた。当時の部族人口は、 約2000人だった。ノーサンプトン軍は奴隷制度時代に自由アフリカ系アメリカ人の故郷として長い歴史がある。中でも著名なのがタバコ農園と奴隷を所有したアンソニー・ジョンソンだった。1662年、アメリカの自由国人に関する情報がノーサンプトン軍で初めて記録された。アメリカ合衆国国政調査局によれば、 群域全面積は795平方マイルであり、このうち陸地207平方マイル、水域は588平方マイルで、水域率は73.93%である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ノーサンプトン郡ではアメリカ合衆国最古の法定記録が残されている。ケープチャールズノーサンプトン群公共教育学区が 軍内の公立学校を管轄している。ありがとうございます。